では懐かしい曲の最後の曲となります、ブルーシャトー。この曲はジャッキー吉川さんとブルーコメッツが昭和42年にヒットをさせた楽曲です。最初は作曲者の井上忠夫さんが木の実奈々さんのために作ったものでしたが、男性が歌うべきと思い直し、ブルーコメッツの作品として発表しました。外国のリズムと日本のメロディーの新しい組み合わせを考えて作ったとも言われています。お願いします。